大あれ今ねエンジンは回っていません。飛行機を車が牽引してます。で電気はこの車と今ですね飛行機接続している電気がありますね。ケーブルが見えると思いますが、前の前輪は今ね、車の中に組み込まれているような状態となってますので、車の力で飛行機が自由自在に右に曲がったり左に曲がったり後ろに下がったりすることができるようになってます。ただしですね、前の車を動かしている運転している整備のお兄さんは横幅はさすがにわからないので、こういうふうに横に出て、あのお兄さんが今こうやってやってるのを全部見えます。ですごいことに、あのハンドル後部機にも なりますので、後ろ向き前向きまで自由自在ですね。はい、でもこっち側の人もこっち4人いないとできないですけど、今ね、コックピットにも整備のお兄さん入ってますね。で後ろの安全を確認して、翼と右端左端に立ってですね、この間隔ですね、大きさの間隔をね知らせてます。ずっとここまで来ますよ。